新車情報、上下黒のジャージで子供を追いかけ回す男が公園に現れたので注意との情報だそうです。私をランニングの時着ているものと一致したのです。時間は残酷だ。無慈悲としか形容できない。ビッツ、たまには会いに来いよ。いつでもロビーで待ってるからな。44歳のひげおやじ様、ひろゆきん、こんにちは。無職歴2年25歳の男です。今日も京都で素晴らしいニート日和ですね。さて、私の象徴的な無職エピソードは、暇ので近所を走り回った時の話です。私は当然無職なので実家暮らしなのですが、周りは猿やイノシシの出るど田舎です。遊びに行く場所も働く場所もない大自然で何をするのか。そうです、ただひたすら走るだけ。コースは私の庭といっても過言ではない隣のおばさん家の田んぼ、金ピカの頭で鐘を打つクソ坊主の寺の境内、認知症のじいさんがいつも立っている駄菓子屋の前、子供たちの追いかける公園など、その日を過ごし知っていたある日、市内の情報を伝達する回覧板に、不審者情報、上下黒のジャージで子供を追いかけ回す男が公園に現れたので注意との情報が。そうです、私もランニングの時着ているものと一致したのです。子供に追いかけられている被害者もになぜか不審者にされる始末。無職は肩身が狭いと言いますが、そもそも人権などないのです。さすがに不審者扱いされたまま走りたくないので、現在走ることをやめ、家の庭でスクワットをしています。うへっ、はい、これでもたまに聞くんだよね、この話。まああるんじゃない、やっぱり不審でしょ。前にも言ったかもしれないけど、その知り合いの、あの最近あの、うん、サイコロのなんだっけ、ウコダイスっていうのが流行ってる、白玉さん、あ、はいはいはい、がなんかその鳥取に住んでる時に、あの夜型だから、うん、こう夜よく散歩してたら、うん、あの近所でたまたま火事があって、あの近所の人総出で、絶対犯人お前だろっていう空気感になって居づらくなって東京に戻ってきたっていう話を聞いていや、白玉さん面白いな、やっぱり持ってるんですよ、あの人は。っていうのもあるから、だからこの人がやらなきゃいけないことは、うん、あの違う色のジャージを着ろって話よね。これでもさ、色変えてもさ、結局は不審者情報、上下赤のジャージでってなるだけじゃないの。だしたらほら、赤と黒のセットに変えてさあ、俺赤黒だから違うよ。完全にあれだよ、でも多分警察から見たら喧嘩売ってる不審者だよまあでもいろんなジャージを着てったらさ、大抵の色のジャージは、うん、その赤と黒と青と、ね、あのまあ黄色、うんうん、それぐらい着たらさ、もう多分ジャージ着てる人みんな引っかかるじゃんまあそうすると思うのは誰が犯人だか分かんなくなるっていう。いやー、でもなんか悲しいね。でもちょっとね、あの声かけたりするといいんじゃない、逆にこんにちはとか。あ、だからそれがまずいんでしょ。 それもダメなの。だ、子供に声かけてるやつがまずいんでしょ。治安か。うわー、うん、めんどくさ。あ、だからもう、だから、なんだろう、背格好が多分普通だからバレなかったんだろうけど、もうヒゲさんの体格だったら一発バレだよね。はいはい、まあ、走れないけどね、まずは。うん。だね、俺、最近車椅子欲しいもんだって、もう、ウィーンって走る。あの、アメリカ人のデブが乗るやつ。はいはいはい。こういうやつ、こういうやつ。あのね、まず、アメリカ人じゃ関係なく、お前、デブだぞ。ええ、まあ、またまたそんなそんな、アメリカ人のデブに比べたら僕なんてまだまだですよ本当に、はい、じゃ続いては内藤さんですね、ありがとうございます。昔々どうせ合格するだろうと毎日ゲーセンで遊びながら、自身の偏差値より10ぐらい少し高かった公立高校を受験したら落ちてしまい、どうせ行かないだろうと適当に選んだ滑り止め私立底辺高校に行く羽目になった話です。入学して最初に気づいたのは、その高校は校則なのか髪型がリーゼントパーマで眉を細くしたお兄ちゃんばかりでした。そう、一言で言えば悪の巣窟。後に作られた不良漫画そのままを投影したリアルな世界が私の高校だったのです。学年違いに横浜銀杯メンバーがいたり、何年か後にスマップのリーダーさんも在学していました。若かった当時は誰かから高校どこと聞かれるのが嫌で嫌で、そしていつしか不思議なことに、私の学ランは県内一の進学高校のボタンと校章バッチになっていました。一体どこの誰がつけたのか見当もつきませんが、誰かがその進学校の学生に電車の中で因縁をつけぶん殴って丁寧にお頼みしたら譲っていただけた夢を見た気もします。待って、ちょっと一個確認したいんだけど、はいはいはい、まず、うん、人の制服のボタンが勝手に変わってるの、うん、勝手に変わったみたいですそうです、あの多分その進学校の学生の方に丁寧にお頼みした結果誰かが頼んで、でその誰かがその、はい、ヒゲさんの制服に勝手につけてるみたいな、そういうことね。そうあ、はい、あ、続けてください、はい、分かりました。自発的にね、はいはいはい、たまたまね、はい、はい、
ていう夢を見た気もしますと書いてあります、はい、そんな実体験がない西村さんには分からないでしょうが、子供が多く受験戦争と言われ今よりはるかに学歴ヒエラルキーが世間を覆っていた時代に底辺高校なのはそれはそれは言語に絶する惨めさがありました。そして楽しくない高校生活となってからも相変わらず遊んでばかりで勉強する習慣は全くありませんでしたが、なんとか偏差値50代半ばぐらいの名の知れた大学に現役で滑り込み事なきを得た気もした反面、大学生になってからもずっと学歴が虚像であると知ってる何十年も経った今でもあの高校が心の奥深く黒い火が燃え続けているかのごとく消えません。もうほとんど思い出せないのですが、それほどショックな出来事が多かったのでしょう。成功体験をいくら積もうと書き消せないのです。どうすれば記憶の上書きができるのでしょうか、ということで、すでに若干もう上書きしてますけどね、この方。まあでも別になんかもう人生何の問題もない、過去そんなことあったよねって笑い話で全然いいんじゃないの。ねえ、だからね、だから昔は俺も悪だったからさみたいな、こちらでございます。スーパー銭湯の努力さんです。無職歴3年、29歳、男。お昼前ようやくドロドロとした意識が流れ始める。夜更かししていたわけではないが薬が効いているせいか毎日こんな調子だ。やりがいのない仕事とパワハラでメンタル崩壊したからどうしようもないのだ。幸いどんなに落ちぶれても時間だけは平等だ。この時間をどう使うかで人生が大きく変わるはずだ。俺はオートナイトにはまった。不登校の小学6年生と一緒にボイチャしながら死体打ちに勤しむ毎日。俺の人生ずっとこれが続くのか、そんなことを思っていたが、それは突如として終わりを告げる。俺が寝坊したせいで不登校のキッズが学校に通い始めたのだ。よせ、またいじめられるぞ、学校なんて行くもんじゃない。様々な叱咤激励で揺さぶるもキッズは巣立ってしまったのだ。平日の夜や土日しか会えなくなってしまった。なんだこの喪失感は。付き合ってやってるくらいの上から目線だったのに、今じゃ俺がロビーで待ちぼうけ、どうなっているんだ。しかしある日キッズが震え声でやってきた。俺はすぐに事情を察した。もう3月か、お前中学校が怖くて震えてんだろ。当たり前だろ、怖くて仕方ねえよ。キッズが珍しくタメ口で弱音を吐いた。おいキッズ、お前は終わりだ。お前は中学生にはなれない。お前はずっと平成にとどまってろ。またしても叱咤激励でキッズを揺さぶる。そんなこと言うなよ。悲しそうにタメ口を聞いてくるキッズ。あれから3年、中学校にしっかり通って部活を謳歌し、彼女も何度かでき、もうすぐ高校入試に向けて受験勉強中だそうだ。一方俺は相変わらず無職。平成に取り残されたのは俺の方だった。時間は残酷だ。無慈悲としか形容できない。キッズ、たまには会いに来いよ。いつでもロビーで待ってるからな。あとギフトありがとな。まあさ、そのいい話風に中学生は高校生だったんだけどさ、お前まだロビーいるとか。ある意味ターミナルみたいなもんですよ、ね、出会いあって別れが成長があってね。だけど僕はずっとみたいな、そうそうそう、なんかそれを見て俺も前向きに、ね、踏み出してみたって、お前まだフォートナイトやってんのみたいな。せめてエイペックスとか行けよみたいな。成長のなさっぷりがいいよね。いいね、いい、いい。いやでも一人のね少年を救いましたから彼は。救ったのかな、まあ分かんないですけど、はい、まあまあ、いい無職なんで、モリタポあげてみてください。はい、スーパー銭湯さんにモリタポ差し上げたいと思います。皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。